兵庫県知事選の考察と斉藤知事復活万歳、メディアと県議会をぶった切る。斉藤さんが当選して本当に良かった。今回の知事選挙は、県民が既得権益にしがみつく勢力や、時代遅れのオールドマスコミ、テレビや新聞、井戸長期政権で、たるんだ県庁幹部、そして斉藤知事に満場一致で不信任決議を突きつけた県議会に対して、 脳を突きつけたた結果だったと思いますこの状況を踏まえると、不信任を全会一致で可決した県議会の責任も厳しく問われるべきではないでしょうか。私の独断、提案悪を成敗し、議会を刷新しよう。議会の責任を追及し、全議員の責任を問う必要があります。議会を解散し、悪しき慣習を引きずる議員たちを一掃し、首をすげ替えてもらいましょう。 特に、奥谷百条委員会委員長のような傲慢で偉そうな態度の人物にはぜひ退場していただきたい。何様のつもりなのか他にも似たような議員がたくさんいるので彼らも入れ替えるべきです。また、県議会議員以外にも問題があります。最後の方で慌ててピエロのように現れた22人の市長たち。その中でも親分格の小野市長は7回も当選を重ねたクソ親父です。 次回の選挙で確実にご退場いただくよう、小野市民さんお願いします。マスコミの責任も問うべき。今朝のテレビを見ていると、マスコミ、テレビや新聞は、自分たちが抱える問題に全く触れようとせず、反省の色も見えません。このような状況を放置してはいけません。以下の主要メディアには、覚悟を決めてもらいましょう。朝日新聞 ABC テレビ、読売新聞読売テレビ。 毎日新聞 MBS テレビ、日本経済新聞テレビ大阪 NHK 報道冤罪を追及するべき警察や検察には冤罪という問題があり間違えば罪に問われます一方でマスコミには冤罪報道を追及する仕組みがありません彼らが誤報や変更報道を行い結果的に民意を誤った方向に誘導することもあります今回の件で なぜ私はテレビの報道がおかしいと思ったのかそれはパワハラをねだりといった言葉を用いほとんどのテレビ局がそれをあたかも事実であるかのように断定的に報じていたからですさらにワイドショーやバラエティ番組ではお笑い芸人たちが知事を茶化したりバカにしたりする場面が繰り返されいい加減にしろと憤りを感じました今回 民意が明らかに示されたことによって彼らの報道姿勢が間違っていたと証明されました。私は特に誰かと特別な関係があるわけでもなく、ましてや忖度する必要もありません。ただ、公正な報道がなされるべきだと強く思うのです。このような報道冤罪を新たな概念として社会に提案し、マスコミが自らの行動に責任を持つ体制を求めましょう。正しい報道姿勢を持つことが、 今後の社会の健全な発展につながるはずです。兵庫県知事選挙をきっかけに、県政もメディアも大きな変革を迎える必要があります。私たち一人一人が声を上げ、行動することが求められています。お年寄りとテレビの変更報道今回の知事選挙を通じて、お年寄りがテレビの変更報道に引きずられやすい傾向が改めて浮き彫りになりました。テレビが 事実かかかどううもわらなないいようなおねだりパワハラといった印象操作をを繰り返ししし本当らしく彼を悪者に仕立てていましたその結果、情報源がテレビだけのお年寄りの中には、これらをそのまま信じ込んでしまった方々も多くいたようです。テレビの変更報道に対抗するには、私たちはテレビが必ずしも正しい情報を伝えるわけではないことを認識し、さまざまな視点から情報を得る努力をする必要があります。 私自身も後期高齢者ですが、情報を選び取る力は特にシニア世代にとって重要だと感じています。IT を活用して高齢者の未来を明るく、私は現在、YouTube チャンネル人間万事採用が馬を運営し、シニア高齢者向けに情報を発信しています。昔、IT 関連の仕事をしていた経験もあり、スマホやパソコンを活用することの重要性を特に感じています。今や 多くの高齢者がスマホを持っていますこのデバイスを使えば情報収集の幅を広げたり社会とのつながりをより深めたりすることができるのですスマホもパソコンも決して難しくない使っているとなれるものです私のチャンネルではシニアのためのスマホ教室やシニアのためのパソコン教室といった動画を配信予定です皆さんが IT をもっと身近に感じられるよう一緒に学び 楽ししみながらら未来を明るくしてていいけたらと思っています最後に私たちシニア世代もただ受け身でいるのではなく自ら行動を起こすことが大切です情報を取りに行き変更報道に惑わされない力を身につけましょうそして IT を通じて社会とつながり新しい挑戦を始めることで充実した毎日を送りませんか高齢者 皆さんんとと共にに歩んでいいけることを楽しみにしみていますぜひ私の YouTube チャンネルで一緒に明るい未来を作っていきましょう。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。